はい、どうもこんにちは、プラレールお父さんです。ですね、今日は遊べるラウンジの利用について、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。遊べるラウンジをですね、無料にさせていただいている理由っていうのは、以前公開させていただいた、なぜ無料でラウンジを開いているのかっていう動画を、ぜひご覧いただければと思うんですが、要するに近隣の皆さんにですね、せっかく僕が個人で集めたこのおもちゃをですね、楽しんで遊んでもらえたらなと思って、地域貢献のつもりで開かせていただいているということになります。で、最近ですね、ちょうど夏休み期間中ですね、8月、本当に多くの、皆さんに来ていただいて、連日満員でした。で、9月に入ってですね、入場の方は、夏休みも終わって落ち着いてきてますけれども、ちょっとここでどういう人に来てもらいたいのかというお話をさせてもらいたいと思います。無料で開いているんですが、このラウンジのですね、利用規約という、規約っていうと固くなるんですけど、せっかく無料で開いているので、お掃除をしてほしいとかですね、お掃除タイムには、ぜひ、皆さんお掃除を手伝ってほしいとか、遊んでるもの以外はですね、すぐに片付けてくださいとか、できるだけ、きちんとですね、元あった場所に片付けてとか、お子さん同士譲り合ってねとか、そういったマナー、ルールみたいなものをですね、楽しんで遊んでもらうために、お願いしますねというふうに、お伝えしていると思います。ですが、ちょっとこういうこと言うとまたあれなんですけど、逆にこういう人には来てもらいたくないっていう人もいます。お掃除をしないですね、お掃除タイムにお掃除してくれない、それからうちのスタッフにですね、ちょっとこれ片付けてもらえますかとかって、言われた時にですね、本当にちょっと一部の方はすごく嫌な顔をされたりだとか、うちのスタッフにですね、言い返してくる方とか何人かいらっしゃったんですね。はっきり言いますけれども、ちょっときつい言い方をちょっとこういう場でするのは嫌なんですけど、あえて言いますが、そういった方は来ないでほしいと思ってます。無料で開いてる、だから偉そうに言うつもりは全くないです。全然どんどん楽しんで使ってもらいたいですし、いつも言ってるようにお子さんがですね、ちっちゃいお子さんが、プラレールをですね投げてしまったりとか、そういうのはもう全然しょうがないなっていうふうに思ってます。だけれども、やっぱりルールを守っていただけない、そして、それを最初から守る気がないような方はですね、来ないでほしいなと思います。いい意味でお客様扱いしたくないんですね。無料で開いてぜひ来てください。で、来てくれる方もですね、来てもらってざっくばらんに気軽に使ってもらいたいと思ってますけれども、別にですね、お客様扱いするつもりは正直僕はないです。なので、楽しんで使ってもらって、そして僕らもですね、地域に、僕の会社として地域に貢献できれば、それはそれで僕はもうハッピーなんですけれども、だからこそ、ルールをきちんと守ってくれる方だけに来てもらいたいなって思ってます。そういった方が、集まってですね、楽しくみんなで遊べればすごくハッピーな施設になるんじゃないかなと思ってますので、そこのところをですね、ぜひ持ってもらうというか、もうこれ当たり前のことだと正直思ってるんですけれども、ちょっとこういった動画を改めて撮らせていただいたのは、一部そういった方がいらっしゃったのでですね、ちょっと撮らさせていただきました。で、あとですね、僕が改めてちょっとお伝えしたいのは、最近いろいろと取材を受けさせていただいて、いろいろお話しする中で自分自身でもまた改めて思ったんですけど、ここのラウンジはですね、僕の本業の会社、ラウンジの中にある事務所でですね、僕の会社があって、そこで上がった収益で、このラウンジを、運営してます。で、いつも受付をしてもらってるですね、スタッフの方は全員うちの本業のお仕事で、雇用させてもらったパートさんたちなんですね。で、この受付っていうのは本業のお仕事の合間にやってもらってるような形になるので、仕事をしながら、いろいろこう
なんていうんですか、受付作業をしたりとかしてもらってます。ぜひですね、くどいようですけれども、普通に協力し合ってですね、楽しんで使ってもらいたいなっていうふうに、思ってます。でもう一つは、このラウンジをですね、せっかくやるからには、僕はどこで変な言い方になりますけども、メリットを得られるかというと、やはりその地域貢献をしているんだ、会社なんだっていうのをですね、いろんな僕のお客様である企業さんとかですね、うちの会社のお客様に知ってもらいたいなって思っていたりだとか、せっかくこういう施設やってるので、ホームページも書いてある通りですね、ゆくゆくは全国にこういった施設を増やしていきたいなっていう夢もあります。なので、認知度を増やしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひですね、お越しになった時に、うちの、ラウンジの使用ルールでもあるですね、使ってもらったら、ぜひインスタかツイッターで、こんな施設に行ってきたよっていう発信をですね、してもらいたいなと思ってます。そうしていただくことがですね、結果的に、入場料を無料にするっていうふうにつながってますので、ぜひですね、そこのところっていうのは、しっかりと来ていただいたら、一発信してもらうというのを、必ずやってもらいたいなと思っております。ということで、ちょっとなんか嫌な言い方になってしまった部分もありましたけれども、基本的にはいつでもですね、空いてる時は気軽に来てもらって楽しく、特にお子さんにはですね、好きに自由にですね、ああ来てよかったっていうふうに、また来たいよって思ってもらえるような施設にしていきたいと思ってるんで、せめてですね、そういったルール設けてますので、そちらの方は徹底してもらって、楽しく使ってもらいたいなと思っております。ということで、ぜひ今後とも遊べるラウンジよろしくお願いいたします。ありがとうございました。